島ひろし達人の道、お元気でしょうか。さて今回はですね、皆さんに大変関心のあるテーマだと思います。節税の達人が登場します。まあ安倍政権になりましてからね、アベノミクスということで非常にこう上向いた雰囲気が来てて、イケイケバブルへゴーこういうね話も聞かれるんですが、まあ一方でですね、しっかり取るところは取りますよということで、相続税いろんなところからねもうかかる人が増えてくるわけですね。所得税も上げますよ、そしてね法人税はいやちょっと下げますよ、まあいろんな動きがあるんですが、そんな中でサラリーマンからなんと税理士に転身した達人が登場いたします。皆さんにとってもですね非常に役立つ、今回は節税の達人です。さて今回はですね、もう番組をご覧いただきますと皆さん非常にですね知恵がつくと思います、今回はですねサラリーマンで出しちゃったんですが、で一生懸命ですね節税をしなければというふうに燃えまして税理士さんになられました、今日の達人はランドマーク税理士法人の清田幸弘さんですね。清田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。もともとは、はい、サラリーマンでいらっしゃった。そうですね、サラリーマンと言いましても、地元の農協の職員だったんですけれども、で生まれたのが、うちが都市農家という横浜の方のですね、農家だったんですけれども、でそれで農学部ですとか大学へまして農協さんの方お世話になったと。でそれで農協さんの方でお世話になってる時に、やはりうちのようなですね都市部の農家、地主さん、ね、でそういう方たちが、うん、やっぱり一番苦しんでるのは税金だと。あ、農家の厳しい現実に直面された清田さん、税金に苦しむ農家さんが求めることを仕事にしたいと生きてきました。だからこそ農協職員、そして税理士になったのですね。ランドマーク税理士法人はですね、非常にこう若手の教育もしてらっしゃって、はい、そういう意味で、ちゃんと意識の高い人間を育てようと、そういう思いも強いらしいですね。はい、事務所はですね、5箇所にございます、はい、ランドマークタワー、税理士事務所の名前にもなっているランドマークにタワー事務所が1箇所、東京丸の内、ビジネス街の超一等地丸の内にもう1箇所、川崎の黒川、それから横浜の中山っていうところですね、はいはい、代表清田さんのご実家横にある横浜緑事務所、あと行政書士法人ももう一箇所ございます。この5箇所でやっておりますが、人数は今59名おります。税理士ですとか弁護士、あるいは中小企業診断士、社会保険労務士と行政書士等といろんな資格者もおります。でそれでできるだけですね、業界未経験の人間を採用して教育をしながらやっております。毎朝ですねスカイプで全支店を結びまして、30分毎朝研修をしております。その中で例えば税法であるとか、あるいはですねお客様にどういうふうに接すればいいか、そういう教育ですね、教育を常に毎日毎日やっております。税金に苦しむ都市部で暮らす農家さんや地主さんを助けたい、そして志を共有できる若い人たちとそれを一緒にやっていきたい、そんな思いで日々精力的にお客様と向き合ってきたのがランドマーク税理士法人清田さんなのです。都市部の農家って言いますと、どうしてもね一般から見れば家が大きくていいなとか、そうそう、あんなに土地があるんだとか、なんかそういう目で、見られがちですけれども、税制的にも優遇されてんじゃないの、はいはい、みたいな、おっしゃる通り、そういう見方しちゃいますよね。おっしゃる通りです、でもやっぱり固定資産税がすごいんですよね。まず毎年毎年数百万、1000万なんていう方もいらっしゃいますし、でそして相続が発生しますと、数千万、億単位の方もいらっしゃいます。で実際にじゃあ収入はどうなのかっていうと、農業をですね一生懸命やりましても、私も農協退職いたしましてから自宅で 農業ちょっとやったんですけど、それで家族3人でやってですね、年間で150万ぐらいの売り上げ、コンビニでバイトやった方がいいんじゃないかっていう、そういう状況があったりですね。ところが相続税、固定資産税っていうのは待ったなしですごい額が来るんで、非常に大変な状況ですよね。なるほど、はい、
都市農家さんはやっぱり抱えてる、はい、相続の問題ってもあると思うんですけど、はい、この辺のあたりはどうなんでしょうか。あの都市農家さん、まあ、あの地主さん、かつて農家だった方っていう方も我々のお客様としては多いんですけれども、まあ、どちらかと言いますと地主さんですね。この方たちっていうのはやっぱりあの固定資産税の関係、これが非常に大きい、うん、税金をどうやって払うか、うん、そしてですね評価の問題ですね。これあの税金がですねよくあのなんとなくですけど、私もこの業界に入る前まではあの税金は相続税っていうのはみんな一緒だと思ってたんですね。税務署から路線価が出てるわけですから。ところがこれ税理士のやり方によっても金額が全然違ってくるんです。違ってきちゃう。はい、都市農家の方も含めて、はい、今瀬田さんのところにはいろんな方が相談に来られると思うんですが、はいはい、どういう案件が多いですか。やはり相続案件が一番多いですね。まあ、あとはあの法人税、所得税当然ございますけれども、あのなんといっても相続ですね。で去年あたりもあの総計で180件ほどやらさせていただいてますし、またあの所得税の関係の方も1000件近くやらさせていただいてます。相続申告案件が年間4万件と言われております。で税理士の数が7万人と言われてるんですね。そうしますと4万から7万を割りますと 0.6 件、そうしますとあの1年1件税理士は申告案件やってないんですね。であの当事務所のような集中している事務所が何件かありますので、この業界では年間10件やるとプロって呼ばれてるんですね。ですんであの全然やってない先生にですね、税理士さんに、まあ、ご相談行くとあのその先生も大変ですよね。税理士は相続専門のプロフェッショナルがいます。お医者さんにも内科や外科があるように、その道のプロが存在するのです。とはいえ相続専門の税理士に私たちが依頼することってこれから先あるのでしょうか。都心部に家を一軒持っていて、はい、それほどその資産もないと、うちは関係ないよと思われてた人が、はい、まあ、今度は払わざるを得ないような状況が生まれてくるっていうのは随分もうマスコミなんかでも、はい、自分で新聞にも出てますよね、はいはい。今度基礎控除が今まで5000万たす1000万かける法定相続人の数、はいはい、これが3000万たす600万かける法定相続人の数6割になりますので、政府の方の統計ですと現段階で 4.2% の、 あの申告出している方が 7% まで増えるというふうに言われております。ただあの首都圏ですね、特にあの東京、千葉、埼玉、神奈川のようなこういう地域については、まあ、おそらくそれよりずっと十何パーセントですとか、それくらいの方が申告書を出さなければいけないんじゃないか。相続は他人事ではありません。家を相続等発生しますと、もう税金だけではなくて分割ですね、誰が何を取るかっていうのでも非常に揉めるケースは今非常に多いですね。ですよね、はい、いかにもやっぱりその、はい、相続税とかも含めて税金に対する知識を、はい、まあ、我々こう身につけとかないと大変な時代ですけれども、ね、はい、どの専門家を頼むか、これによってもう全く結果が違ってきちゃうという、そういう状況に今なっております。じゃあ瀬田さんの場合は一番どこの分野に強いんですか。まあ、高台地っていう特殊な方法があるんですけれども、この案件についてはもしかすると全国でもあのトップクラス、まあ、あるいはトップの件数を扱ってるかもしれません。高台地、はい、あの大きい土地ですね。うん、なるほど。大きい土地につきましてはやっぱりあの普通の土地の評価をしちゃうと高くなりすぎちゃうもんですから、これを特殊な方法で特例を使いまして下げていくっていう方法があるんですけれども、この辺の案件を扱ってる事案が非常に多いです。処理の仕方というか見なし方の仕方が違ってくるわけです、はい、そうなんですね。でこれはあの実はですね、まあ、税務署の方でもしっかりこれって決まってないんですね、それの取り扱いの仕方が。ですからあの税務署の担当官によっても違いますし、税理士さんによっても違いますし、これあの見解の相違がすごくあるポイントなんですね。ですんでこれが論点になって納税額が億単位で違ってくるなんていうのもいっぱいあるんですね今、はい。そのポイントは何なんですか。
ポイントですか、あのグレーゾーンが大きいもんですから、全てのポイントを確認するっていう作業になります、うん、なるほどなるほど。でどうしても症例が少ないとこのグレーゾーンがどこまでがどこまでか、どこからどこまでかっていうのがちょっと分かりにくいんですね。ですので、まあ、その点特に都市部の農家さんですとか地主さんを相手にしてますので、このグレーゾーンの幅が経験値で、大体分かっておりますので、あのそれを必ずですね一番低い数字まで落とすという技術はあるかと思います。だからやはりいろんな形で相続対策をしておかないと大変な時代に入ってきたと思うんですけど、はい、どういう準備を我々しといたらいいですかね。はい、あのよく我々専門家の間では3つの相続対策っていうのをよく言っております。3つ、はい、1つは評価減対策ですね。財産の評価を減らす、はい、ということですね。これよくやりますのがあの貸し屋を建てる、アパートを建てるとか、はい、ああいう手段ですね、1つは。それから納税資金対策、これは税金あらかじめですねどれくらい出るかっていうのを予測しておきまして、あの生命保険に入ってもし、お父さんが亡くなった場合には保険が下りるようにしておく、こういうやつですね、納税資金対策。で3つ目が分割対策ですね。これは誰が何を取るか、相続人間でですねどうしてもあの欲しいものっていうのは非常に同じようなものを欲しがりますので、これを各相続人にどういうふうに分配するかというのをお父さんの生前にこれを決めといていただくというのが非常に肝要かと思います。この3つの対策はよくやってる方法ですね。具体的な評価減対策とは何でしょうか。まずはですね、まあ、ちょっと前後しますが相続税がどれくらいかかるか、まず把握して、まずそれを把握しないといけないです、うんうんうん、で、相続税が確かに出るよねというふうなことを確認してから、まあ、我々一番よくお勧めしているのはあの贈与をよくお勧めしてます、はいはい、生前贈与ですね、はい、あのお父さんからお孫さんであるとか、まあ、お子さんであるとか、贈与していって相続財産から外していくっていうのも手としてあろうかと思います。こういうふうなのをよくやってますね。まずは税金を計算していただいてやるということですね。よくあの、はい、年間110万円まで生前贈与、はい、ということになれば、はい、まあ、税金はかからないということですけど、はい、これはあれですかね、もう事前に慌てて、ダダダってやってもダメなんですよね。そうですね、もう病気になったからじゃあ1年前からだとなんとなくちょっとね、せわしいですね、せわしいですね、はい、例えばこれをまあはい、これ何年でも構わないですか。あ、もう全然何年でも構わないです。これ例えば、はい、積み上がる金額はいくらでもいいんですか。はい、いくらでもいいです。上限なしという、上限なしですね。ですから我々よくですねあの長い期間に多くの人数に分配するということをお話ししてます。例えば今生島さん言われたように1人当たり110万の控除がありますので、これを例えば今年は贈与しよう、じゃあ来年はやめようかなと、今年はやろうかななんていうのをですね、例えば10人に、まあ、平均しますと10人に対して100万円贈与したとすると1年で1000万ですよね。でこれ10年続ければ1億できちゃうわけですから、ですからあの贈与っていうのは非常に有効というふうに私は考えております。ですよね、はい、最近出てきたのは、はい、その例えばおじいちゃまおばあちゃまがですね、はい、うん、お孫さんに教育資金として1500万円っていうのがもう見出し出て、はい、おおって話出ましたね、はい、あれは具体的に言うとどういう、あれはですねまだ実は煮詰まってないんですが、あのなんとなく我々当初受けた印象は、おじいちゃんおばあちゃんから1500万円をお孫さんの口座に教育資金として突っ込んどけばで非課税になるんじゃないかと。そうですよね。ですよね。ところが違うんですね、あれよく見ますと対抗の方、これを銀行と信託銀行等に信託として預け入れなきゃいけないとなってるんですよ。まずはまあ、そういう商品もこれから作んなきゃいけないかと思うんですけれども、あのやるとすると、あ、まあ、やるということになるでしょう。でなおかつですね、あの学校等に納付資金としてやるというのが原則なんですね。それ以外も、まあ、塾ですかね、こういうものにも納付できるということに、あのこういうものの費用として使うこともできるということにはなってるんですが、ところがですねポイントは30歳までにこの1500万のうち残ってるとそれに対して贈与税が課されるんじゃないかというそういうお話がある内容です。ですからだいぶですねこれ使える方っていうのは限定的になりますし、まあ、例えばあのお孫さんがですねまだ小学生であるとか中学生であるとか明らかに教育資金がこれから必要な方、
は OK だと思うんですが、これはいい制度だっていうので、孫がですね、例えばもう大学出たばっかり22でそれで贈与を受けたなっていうと、あと8年の間にですね、どこの学校行くんだっていう、そういう話になりますよね。なるほど、はい。